おとりか。篤姫だ。また来たのか。何もできまい。学べ。野良猫が舞い込むとは思わなんだが、良い働きをしてくれたの。礼を言うぞ。邪魔だ。アス姫様、庭のネズミどもはほどなく追い払えるかと。ご苦労。手はず通りじゃの、大久保。急ぎお耳に入れたきことが。なんじゃと。の意志はついえぬ。私が薩摩が必ず引き継ごうぞ。改めてご苦労じゃったな、
大久保。無念じゃが、しばらく様子を見るほかない。私は大奥でおとなしくしておくことにする。心配は無用。大老や老中ですらあそこには手を出せぬ。父上がお隠れになったことで薩摩も揺れるであろう。これより薩摩はそなたと西郷に任せる。しかし私も西郷もまだ若輩。殿なき今、西郷のことはそなたが一番分かっておろう。互いの足りぬところを補い、薩摩を支えていってほしい。はっ。世話になった。その方、名は何と申すのじゃ。なんじゃそれは。お前にすら里姫という立派な名前があるというのに、妙なやつじゃの。そなたとは落ち着いたらゆっくり話をしてみたいものじゃ。また会おうぞ。申し訳ございませぬ。まさか篤姫様があそこまで聞き分けが悪いとは。近頃のお主は独断専行が過ぎるな。だがこれで篤姫様もおとなしくなられよう。ご苦労だった。しばらく老中の職を外れ英気を養うとよい。おっ